こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。昇龍は2017年11月6日の進水式後、2年間を経て2019年3月18日引き渡し式が行われました。昇龍潜水艦はここから始まることになります。この潜水艦は高い耐水圧性能を持ち、超高張力鋼も使用されています。そして何より、ステルス性が今までよりアップした潜水艦ということになります。海中で敵艦の動きを探るソナーやシステムの向上は、言うまでせありませんが、X カジも以前より優れた運動性能となるので、通常動力型潜水艦ではこの昇龍がトップになるのではないかと考えます。しかし、この潜水艦で廃止されるものもあります。それがスターリングエンジン機関です。スターリングエンジン搭載艦としては最強になると推測されますが、この10番艦でエンジン自体は廃止になる予定です。ちなみに、この艦の建造費は560億円で、普通の感覚からすれば高っと思いますが、防衛には必要なものです。そう考えれば、そんなものかとも感じられますね。スターリングエンジンの使用終了となると、潜水艦の役割も変わってくるかもしれません。今までのように海中に潜み、忍者のように音を立てずに敵を見張るという任務から、他の形の極秘任務へと変わっていくとも思われます。2019年3月18日、引き渡し式後、昇龍は訓練を行いつつ、65人の乗員が広島県呉市へと向かいました。呉は言うまでもなく、旧日本海軍の基地として有名ですよね。あの戦艦大和の母港でもありました。そって、その昇龍の内部は極秘情報として関係者以外は、誰も見ることはできません。例えば、どんな装備品があるのかも全く情報皆無です。エンジンは前述の通り、スターリングエンジンはこの艦が最後となり、リチウム電池バッテリーを使用したエンジンへと変わることになります。時代とともに技術が向上するのは望ましいことですし、スターリングエンジンよりもリチウム電池バッテリーの方が、性能や技術向上が早かったということになりましょう。例えば、スマホについて考えてみても、バッテリーの進化はものすごいと感じませんか？昔と比べると、充電時間はかなり短縮されましたし、使用可能時間は長くなっていますよね。ということは、このようなバッテリー技術の向上が早かったという証拠ではないでしょうか？そして、将来的にはリチウム電池の性能が上がってくると推測されます。今までの昇龍型潜水艦にも搭載できるようなバッテリーになるでしょう。サイズを比べると、リチウム電池の方が今は若干小さいようです。今後はもっともっと小さくて、かつ高出力なバッテリーへ変化していくでしょう。安全性も向上することでしょうし、潜水艦に搭載できるバッテリーへと仕上がっていくと思われます。といっても、
バッテリーを超える何らかの機関が出現すれば、また状況は変化するでしょう。今のところはリチウム電池が静かであり、かつ容量も大きく、使用時間も長くなっているようです。充電時間については今までと同じか、むしろそれ以下でできるようですから、性能がアップしているのは間違いないようです。スターリングエンジンについてもう少しお話ししますね。昇竜潜水艦10番艦で、ラストというのはキリが良くて、納得させられる数字だと思います。昔のことですが、元自衛隊員の人がスターリングエンジンを褒めていたのを聞いたことがありました。そんなにいい機関なのかは、はっきりしたところは不明ですが、ある意味デメリットであって現在では、時代遅れということになってしまうのか、また、最終型ということは、このバランスは、きちんと取られているのかを確認したいと思うのです。エンジンに関しても、性能アップということは、常に考えられていることでしょうから、やはり、AIP 非対機依存推進方式の通常動力型潜水艦の中では、トップクラスの優れものになるでしょう。このほか、竜型潜水艦に代表される通常動力型潜水艦は、AIP を採用していますが、この10番艦がスターリング機関とディーゼルエンジンの組み合わせた艦としては最後になります。オーストラリアへ潜水艦を売り込みしたときは、スターリングエンジンと鉛電池の組み合わせでした。しかし、欧竜以降はリチウム電池を採用しているので、機動力が全く違ってきます。何と言っても、音も立てずに、ひっそりと海中を潜航できるからです。オーストラリアでも、今は議論が起こっています。日本の潜水艦を採用すればという意見が増えているのも事実です。しかし、日本から見れば、潜水艦を購入してもらうのは大変結構ですが、その情報を遮断して漏れないようにできるかが、重要なポイントとなってきます。潜水艦を売ってから、技術などの情報が相手に漏れるのも危険です。外国に販売してしまったら、潜水艦を分解し、機密を探ろうとする動きが出てこないとも限りません。情報が漏れたら、同じ潜水艦を作られてしまうかもしれないのです。考えすぎならいいのですけどね。当たり前のことですが、潜水艦には、やはり、多額の建造コストがかかります。台湾でも、自国での建造を目指して作業を進めており、設計段階は完了して、建造に着手する見込みとなっています。台湾だけでなく、各国で潜水艦の建造が進んでいるようです。と言っても、日本人らしいというか、融通が効かないのか、スペックダウンはしない方針を貫いているようです。そう考えるとやはり、日本が一番と優れていると考えたいですね。